阪神タイガース次の課題、ポスト梅野坂本。阪神が10月26日のドラフト会議で高校生捕手を指名する方針を固めていることが6日、明らかになった。候補の一人としてリストアップしているのが、報徳学園の堀柊那、強肩、俊足、高打の超高校級捕手だ。4、5年後を見据えて、32歳の梅野雄太郎、29歳の坂本誠志郎の後釜を育成しておきたいとの狙いがある。最近は大卒でも即戦力として使える選手が少なくなったなぁ。即戦力が欲しければ大卒社会人から選ぶしかなさそう。ドラフトで報徳の堀取るらしいね。買いで取れるの？堀って肩がいいだけで打力はいまいちなんやろ。肩だけなら坂井がおるんやからいらんと思うねんけどな。買いならええけど3位4位ではやめてほしい。若い長坂やろ。打力がなさすぎるて。しかも3位て。阪神のスカウトは優秀やで 100% ありえない。保守強化は急務やろ。梅野坂本併用で乗り切ったように二人体制を常に維持しとく必要あるからな。別に世代的に高卒一人増やすのはええけど、ちゃんとプラン持って中川の育成優先しろよ。どう考えても優秀な数字なんだから2軍でも出場少なすぎやぞ。梅ちゃんが怪我明けでも活躍できればええけど、もう全然あかん可能性もあるからな。保守は大いに越したことないわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。